次、はい、ちょっとケトン体ダイエットについて聞いていいですか。はい、刺激藤本さんの質問なんですけど、はい、まあ、ケトン体ダイエットについて質問です。はい、今あのケトン体ダイエットを行っておりますが、はい、お菓子類の糖質や、はい、ご飯や麺類などの炭水化物は一切取っておりません。はい、他にですね、摂取を避けた方がいい食材や、はい、気をつけて摂取する食材などがあれば、はい、ご教授ください。まず、じゃがいもと芋類なども一切摂取してませんってことですね。はい。はい、このケトン体ダイエットっていう言葉結構流行ってるんですけど、まずこれこそ分からない人結構いるんじゃないかと思うんですよね。いると思います。はい。まあ、この中にはかなり、見てる方はかなり分かってる人も多いと思うんですけども、はい、まず分からない方もいると思うので、ケトン体とは何かっていうところからまあ話を進めないとちょっと、ちんぷんかんぷんになってしまうと思うんですけども、うんうんうん、まず糖類っていうのは、糖っていうのはエネルギーになる。炭水化物の糖になってエネルギーになるっていうのは大体みんなわかると思うんですよね。はい、よく脳にしか糖、脳には糖しかいかないから、うん、砂糖とないとぼっとするみたいなことを言われてましたけども。言われてました。まあ、はい、その糖以外にも、今は脳にちゃんと行くエネルギー、他にも使えるエネルギーがあると言われているんですけども、はい、それがケトン体っていう、第二のエネルギーっていうよりもですね、うん、本当はケトン体が第一のエネルギーだと思うんですよね。はい。はい。ブドウ糖っていうのは何か、糖っていうのは何かっていうと、はい、基本的に糖っていうのは植物系が多いですよね。はい、まあ、果物であったりとか、うん、穀物であったりとか、植物ですよね。はい、それに対して、ケトン体っていうのはですね、何からできてるかっていうと、うん、タンパク質とか脂肪分が使われなくなって、残った時に、ケトン体としてエネルギーとして使われるんですけども、はい、それには条件があって、はい、糖分を取ってない状態じゃないとなかなか、その余った脂肪とかタンパク質がケトン体として使われないんですよね。うん、はい、ですからケトン体を使うためには糖分を制限しなきゃいけないわけで、はい、この方が糖分を制限するダイエットをしているわけですけども、はい、そのじゃあなんでケトン体の方が第一のエネルギーじゃないかって考えるとですね、はい、そもそもずっとこの時代を遡って原始時代に行くと、うん、農耕なんかしてないと思うんですよね、人間は。まあ、そうですね、しないですよね。まあ、農耕の歴史なんか人間の長い歴史の歴史のほんの一部。うん、で、安定して小麦が取れたりとか、お米が取れたりとかって、安定して糖分が供給できるっていうのは、うん、本当に最近の話なんですよね。はい、はい。はい。そうすると、その前はどういう生活をしてたかっていうとですね、大体もう、まあ、その果実があれば果実を食べたかもしれないですけども、はい、まあ大体本能としてタンパク質がないと生きていけないので、うん、まず獲物を取って食べるっていう肉食的なことをやってて、はい、で、たまに野菜とか葉っぱ食べたりとか果物を食べて繋いでるという生活だと思うんですよ。うんうん、はい、そうすると主流になるのが肉を食べてるのが主流ですから、うん、はい、肉が結局と、脂肪分とタンパク質の塊なので、はい、結局ケトン体になるわけですよね。はいはい、それに比べて糖分は多分非常用のエネルギーだったはずなんですよね。うんうんうん、ですからそのケトン体っていうものでまず生きていたんではないかというと、うん、ケトン体というのは第一のエネルギーと考えることがすごい筋が通っていると思うんですよね。あ、なるほど。でそこで昔はケトン体を出すと肝臓に悪いとか言われてたんですけども、はい、で実際にボディービルダーはローカーボダイエットって言ってですね、糖分を制限したダイエットを必ずコンテストの前に行うのは常識だったわけですよね。はい、でもそれをやってると肝臓を壊すよって言われてたけど、そんなことを気にしてたら勝てないので、みんな糖分抜きやってたわけです。うんでも、結果として、それで原因で肝臓壊してる人はまずいなかったわけですよね。で、科学が進んできた結果、結局、そのケトン体っていうのはやっぱり、そうやって普通に考えても理にかなってて、第一のエネルギーであるだろうし、うん、最近ではもうその糖分の方が良くなくって、ボケてしまうのとかも、糖分の取りすぎじゃないかとか言われたりとかするようになってるぐらい、ケトン体が見直されてるので、うん、ケトン体ダイエットっていうのはすごい流行ってるわけですよね。はい、で、まあ、そうやって簡単に説明したわけなんですけども、はい、その、要は糖分を除くことによって、タンパク質と脂肪分をエネルギーに変える。はい、そのエネルギーがケトン体ということなので、うん、糖分を控えなければいけないわけです。うん、で、この方は、だからまず、糖分の、ね、米類とお菓子類と芋類ですかね。そうですね。あと糖分ダメなんで、あと果物は大丈夫だと思ってる人多いんですけども、果物も絶対ダメですね。うん、であとケトン体ダイエットっていうのはですね、最初にやっぱそのケトン体が、そう、ブドウ糖の取りすぎによって、はい、ブロックされてしまっているので、はい、2週間ぐらいシビアにやらなきゃいけないんですよね。で、その2週間の時期のシビアの時はですね、はい、1日 20g の糖質しか取っちゃいけないって言われてるんですけども、はい、それはどのくらいシビアかっていうとですね、はい、もう、
ノンオイルドレッシングに入っている砂糖とか、ソースに入っている砂糖とか、はい、ケチャップに入っている砂糖までダメなので、うん、あのかなりあのシビアにやってほしい。その代わり、取っていいのは醤油だったりとかポン酢だったりとか、あと、はい、あの油はある程度取ってもいいので、オリーブオイルとかビネガーは OK だったりとかするんですね。はい、あと塩コショウとかバジルとかは OK ですし、はい、あと大体あの、あれですね。普通にスパイス類ですね。そういうものは OK ですので、うん、あのそういうものをあの調味料として、調味料でちょっと砂糖が入っているようなものも避けてほしい。なるほど。まあ、砂糖が入っているもの、はい、小麦粉でできているものを、あの米類ですね。あと、うん、あれですね、豆類も実は結構あの炭水化物入っているので、あ、そうなんですか。はい、あの大豆いいと思っている人多いんですけども、はい、大豆も結構炭水化物も入っているので、はい、最初の2週間は取らない方がいいですね。あ、はい、なるほど、なるほど。まあでもそういうの豆腐とかだったらほとんど水分なので、大した量が入ってないですけども、はい、まあ、あの最初の2週間っていうのは大豆をそのまま納豆を食べたりとかするのはあんまり良くないので、うん、ピーナッツ、カシューナッツとかでもそこそこ糖分は入っているので、はい、1日 20g に抑えようとしたら結構シビアにした方がいいので、あの他のものでも入っているので、はい、で、あの、まあ、大体肉類はほぼ入ってないですから、肉、はい、魚、卵とか入ってないので、はい、そういうところは安心して、で、調味料をそういう糖分が入ってない調味料にしてもらうということで、はい、2週間はシビアに。で、それ以降はちょっと、うん、あの入って若干取ってもいいですから、うん、最初の2週間はそういうところも気をつけてほしいですね。なるほど。僕も先日やってましたけど、はい、かなりきつかったですよ。そうですね。初めの2日間ちょっと、はい、ちょっと大変でしたね。一番きつい時に回路が変わったりとか、うん、ダイエットって一番きつい時に結局変化が起きるので、はい、そのがリバウンドのタイミングであり成功のタイミングなので、きつい時こそ、はい、こうあの変化をするときということを思ってもらうといいですね。北島先生に言われてその言葉を思い出しました、はい、僕何度もご飯最後ご飯食べようと思ったんですけどその時に回路が変わると変わるとやっとチャンスが来たと思った方がいいですね、はい、その言葉を皆さん覚えてもらった方がいいと思いますね、はいはいはい、あとここでちょっとあのケトン体ダイエットするときにですね、はい、最近ココナッツオイルっていうのが流行ってるのご存知ですか。あ、はい、あのよく女性春夏時とかでもダイエットにココナッツオイルがいいとか言うんですけど、はい、ココナッツオイルは何がいいかっていうとですね、うん、その油なんですけども、はい、あの中鎖脂肪酸って言ってエネルギーに早く変わりやすいケトン体に早く変わりやすい油なんですよね、はいはい、ですから例えばコーヒーにあの、はい、あんま熱すぎると変化しちゃうのでちょっとまあ、冷ましたまではいかないですけど、うん、まあ、ある程度コーヒーの香りがするぐらいのコーヒーに、うん、あのオリーブオイル、あのココナッツオイル混ぜてあげて、はい、例えばあのスイートとかに入れて持ち歩いてたりすると、はい、あのちょっと糖分切れみたいな時にあの元気になるんじゃないかとか、そういうのを狙ったものなので、はい、たまにあの女性用のダイエット本とかでその、はい、蜂蜜と混ぜたりとかパンに塗ったりとかっていうのを書いてある時あるんですけどそうするとただの塩分になるだけなので、はい、あの皆さん気をつけてほしいのはココナッツオイルは、はい、普通の食事にプラスして痩せるものではなく、はいはい、糖質制限をした時にエネルギーの代わりになってくるので、はい、重宝する材料ですので、この辺ちょっとかわいそうな人結構いるので、はい、あのダイエットのためにココナッツオイル最近食後に食べてるんだとか言うとどんどん太ってきますから、あのその辺気をつけてください。なるほど、はい、わかりました。皆さん気をつけてください。はい、はい、ありがとうございます。